9点 VIP 会員で毎日9点をチェックしています。人気のイニスフリーの福袋を購入しました。この福袋は中に入れてほしいアイテムをお問い合わせでメッセージで伝えると本当に入れてくれると話題になっていました。うさくま、うさくま、うさくま。今回は店長お任せの9980円の福袋を購入しました。ノーセバムミネラルパウダーとチェリーブロッサムトーンアップクリームとカプセルレシピパックをたくさんとアイブロウを入れてくださいとメッセージを送りました。福袋の中には現品が17種類と試供品が5つ入っていました。お願いした商品の中ではミネラルパウダーだけが入っていませんでした。希望で伝えていた商品はある程度入っていて満足しました。1つ目、チェリーブロッサムトーンアップクリーム、お値段は2530円です。こちらは店舗で試した時にすごく良かったのでずっと買いたいなと思っていた商品です。福袋に入れていただいて嬉しかったです。肌に潤いを与えながら自然に明るくしてくれます。ファンデーションをお休みしたい日はこれを塗るだけでよくてとても便利です。塗った肌と塗ってない肌ではこんなに色が変わります。自然に肌の色を明るくしてくれるのでとても気に入っています。続いてはチェリーブロッサムスキン、お値段は2090円です。使用期限は3年後までありました。化粧水は絶対使うものなので新品が入っているのは嬉しかったです。フルーティーな桜の香りがする化粧水でした。こちらは拭き取り用の化粧水としても使用可能で、触るともちもちとしたお肌になりました。続いてはチェリーブロッサムローション、お値段は1760円です。希望商品と同じラインの商品がたくさん入っていて、メッセージを書くと同じラインの商品を入れてくれるのかもなと思いました。当たり前ですがこちらも新品のアイテムでした。匂いは化粧水と同じ桜の花のような香りがしました。柔らかいテクスチャでしっとりした肌に導いてくれます。この福袋を買うと簡単に同じラインを揃えられるのがいいなと思いました。続いてはアップルシードクレンジングオイル、9点で1本あたり1225円で販売されています。リンゴの甘酸っぱい香りがしてとても癒されました。同じ商品をイニスフリーの公式で探しましたが現在は販売されていませんでした。力を入れずにスルスルとメイク汚れを落とすことができます。拭き取った後はベタベタにならずサラサラになりました。続いてはグリーンティーフォームクレンザー、お値段は1210円です。他にも1320円のアロエバイタルスキンミストが入っていました。細かなミストが乾燥した肌に潤いを与えてくれます。メイクの上から使えるのがいいなと思いました。続いてはミネラルモイスチャーフィッティングベース、お値段は1540円です。グリーンティーエキスが肌を保湿してくれる化粧下地です。薄く伸びて化粧崩れを防いでくれます。こんな感じのサラサラ肌になりました。続いてはアトスージングサンスティック、9点で1個あたり1900円で売られていました。こちらも現在ニスフリーの公式では販売されていませんでした。SPF も50あり、しっかりと紫外線を防止してくれます。スティックタイプで塗りやすかったです。たくさん入れてくださいとお願いしていたカプセルレシピパックは3個入っていました。お値段は792円です。内容量がたっぷり入っているので、1個でパックは2回もできてしまいました。続いてはスパークリンググリッターティント、お値段は1200円です。こちらも限定品でもう販売されていないものでした。
蛍光色のようなはっきりとしたツヤのあるピンクでした。かなりパンチがあります。続いてはグローティントリップバーム、お値段は924円です。唇が華やかになりそうな赤色でした。実際に塗ると薄く伸びるので使いやすそうなリップです。入れてほしいと伝えていたアイブロウは2種類入っていました。こちらは462円のアイブロウペンシルです。ペンシルタイプのアイブロウで描きやすくて良かったです。反対側にはブラシもついていました。続いてはパワープルーフインクブロウ、お値段は880円です。ペン先が少し変わっていてグロスのようになっていました。こちらもすでに公式では販売されていないアイテムでした。こちらのアイブロウは塗ってみましたがインクが出やすくて少し使いづらかったです。続いてはカメリアハンドキューティクルバーム、お値段は523円です。こちらも公式ではもう販売されていませんでした。フローラルないい香りがします。最後はマイリアルスクイーズマスクシート、お値段は165円です。おまけにグリーンティーシリーズのミニボトルやグリーンティーセラムなどのお試しが入っていました。9980円の福袋には 18,521 円分のアイテムが入っていました。半額ぐらいで買えると考えたらかなりお得だなと思いました。ただ公式ではもう販売してないアイテムが結構入っている福袋だなとも思いました。注文したアイテムが入っているのがすごくいいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録お待ちしています。